今回はキクラゲ店のきんぴらを紹介するよ。山佐のさっちゃんお料理コーナースタート。まずごぼうは細切りにし、水につけてアク抜きをします。人参は細切りにします。キクラゲ店は半分に切り、短冊切りにします。次にフライパンにごま油を入れ熱し、ごぼう、人参、キクラゲ天を入れて炒めます。ごぼうがしんなりしてきたら、鷹の爪、醤油、みりん、砂糖を入れて汁気がなくなるまで炒めます。最後に白ごまを入れて混ぜ合わせて出来上がり。今回の料理におすすめの商品はこちら。みんなも作ってみてね。また来週。